おはようございます。今日は朝から話題の出来事をお伝えします。国連気候変動サミットが23日午前、日本時間同日夜、開幕し、世界の約120カ国の首脳らが、地球温暖化対策について話し合います。主催するバンキムン国連事務総長は開幕演説で、気候変動による人道、環境、経済的な代償は、 急速に耐え難いものになってきたと指摘し、2020年以降の温暖化対策の新たな国際的な枠組み交渉を加速させるために、首脳らに政治的意思の結集を求めました。先進国と途上国の対立で新たな枠組み交渉が難航する中、最大の温室効果ガス排出国の中国、2位の米国の発表が注目を集めています。 先進国の間でも交渉の主導権争いがなされています。米国は国内対策や国際連携の強化をアピールするとみられており、欧州連合は温室効果ガスの排出量について30年までに EU 全体で1990年比40%減という目標を今年10月に期間決定する予定です。新たな枠組みは全ての国が参加し、 来年末にパリで開催される国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議での採択を目指し